地域情報配信チャンネル取材担当の二の舞あきらです。今回は沼津アルプスのかぬきやまからスタートして、よこやま、とくらやま、しげやま、こわしずやま、わしずやまの順に登ります。次の目標地よこやまの山頂に向かっています。登山ルートはまず一旦山を降りてから、しばらく舗装された道を歩いて横山の登山口を探すことになり、登山口を無事見つけ登り始めると、鎖場ならぬロープ場が登場。果たして無事に山頂に着くことができるのか。